おかわり。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のゲストは関ひろや選手とジョイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。関選手、いかがでしたか、番組は。楽しかったですか。はい、盛り上がりましたね、ジョイさんのおかげで。ジョイさんのおかげで。いやいや、群馬支部の2人で今日は頑張りました。支部じゃないの。僕、群馬支部じゃないの。一緒じゃないのよ、ごめんなさい。あ、違う。気持ちだけ置いてって。すいません、すいませんけど。ジョイさんはいかがでしたか。いや、楽しかったです。めちゃくちゃ。はい。盛り上げていただいて、関選手にも。関選手盛り上げてくれました。ありがたい。本当爽やかで。素敵な子ですよね、関選手ね。素敵な子とか言っちゃいけないかもしれないけど。ありがとうございます。ねえ、かわいいですね。ということで、関選手が将棋が趣味だと言っていたんですけど、ね、宿舎でやってるって言ってます、うん、はい、楽しいです、はい、本当多いですよ、選手、ね、選手は、うん、多いんですか。娯楽ルームみたいなのってそこに将棋盤が置いてあるんですよ、うん、はい、なので結構それで指したりしてる人いますね、結構聞きますね。関選手は強い方なんですか。はい、全然強くないですね。強くないんだ。強くない。はい、吉田拓郎選手がすごい強いって聞いたことあるんですよ。もう本当に好きらしくて。プロ並み。優勝したこととかあります。あ、吉田さんが優勝したガマゴーリの時に、はい、ついこの前ですよね。ついこの間、もうちょっと恐れながら一曲お願いしますって頼んで、ちょっと やっていただきました。はい、全然レベルは違います。そうか、本当に強いって言ってました、はい、誰も勝てないぐらい、ボート界のナンバーワンなんですかね、じゃあ、はい、そうじゃないですか。ここまで言うと、自分は関選手、自分自身はどれだと思いますか。僕は歩です。え、歩って、ね、どういう意味でしたっけ。そうなの。コツ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 、確かに、まっすぐ前に進みつつ一歩一歩だ。あ、はい、いやいや、進んでいて相手の陣地入るともうひっくり返ってすっげえ強くなりますからね。なるほど、本当にそういうことですね。不難ですね。でもなんか分かりやすいですね、うんうん、それは分かったな、うん、どれから聞く。難しいですね。そうですよね。だからなんか大きいのとか王将ね、王将ね、玉将、王将、王様という意味。王様はそうですね、はい、会長ですかね。会長、本物出てきた。会長ザ・トップだね。そりゃそうだ、トップ・トップで会長を守るために我々走りますんで、うん、そういうことか。ウリュウ・マサユ選手でいいんですかね。そりゃそうだ。そっか、王将らしい。ね、冒頭で会長ですかね。超えていくのってね。金銀は、金賞。金賞。周り、王様の周りの守りの要、バランス型。金ですね。金賞は。そうなの。でもやっぱり強い人って印象出ちゃいますよね、うん、それこそ白井さんとか、うん、何でもできるタイプっていう感じありますね。どの方向にも動けるような駒なんですよ。コースもね、どこだっていけるしね、守ってくれるよね。縦横無尽みたいな、うんうんうん、間違いない、あ、難しいな、なんか一歩間違うと。僕でもこの髪一歩間違うと大丈夫。いやもう全部気軽に答えていただいて。僕しかないんですけどね。僕でもこの髪見た時に一個思ったのが、もう桂馬のとこに変則的なタイプって書いてあるじゃないですか、うん、はい、もうこれ見た時、桂馬はもう西山貴博と土屋智則の2人って言ったちょうど2個ありますし。確かに、西山選手一歩進んだらヒュッて曲がるんですよ。なるほど、変則的、変則的なやつ。強者、若手の伸び型、あ、直線で勝負、伸び型の選手、あ、これはまっすぐ行くやつなんだね、うん、伸び型の若手の選手、うん、誰でしょう。でも菅さんとかですかね。あ、まあ、でも菅選手とか、どっちかというと高田光選手とかも、うん、ね、このもう伸びていくみたいな感じ、ね、伸びで挑戦してますからね、はい、高田選手はね、突き進んでほしいようなタイプですね、うん、勢いありますよね。みんなちょっと気遣いながら喋ってるじゃないですか。そうなんです。
将棋の全部出すの大変じゃんと難しいよね難しい。でも関選手は先輩と将棋やるときとかこうなんか自分勝っちゃいけないみたいな空気感とかないんですか、気使っちゃうみたいな。いやそれそうですね、例えばですけど相手がじゃあ、うん、まあ、ブスリマさんとか、はい、多分ブスリマさんそんな上手じゃないんですけどそうなんだそうなんですね、多分負けたら絶対悔しがるから、うん、ちょっと忖度勝利になりそうですね結構ガチで悔しがるタイプですか、やっぱ。いややっぱ負けず嫌いは出ますよね、うん、ピリつく可能性あるんだ ね、ちょっと引きずりそうですしねその後もね負けたなるほどね、いや意外だな、ちょっと面白かったですね、駒に例えて、うん、ね、全然関選手って、うん、まあ、ワンちゃん今ね可愛がってって話ありましたけど、はい、なんか普段ボート以外でこうなんか趣味あるんですか。趣味ですか、はい、まあ、あと旅行行ったりとか。あ、旅行ね、うん、あんまりでもアウトドアのタイプではないかなあ、そうインドアですか結構。どっちかっていうと家の中で、はい、のも好きですね。うーん、そうなんだ ね、いっぱい出てるし ね、 うん、にね、からワンちゃん買い出して、うん、散歩も増えました。あ、散歩楽しいですか、いろんな発見ありますからね、近所でも。うん、行ってますか。楽しいですね、行ってますよ、行ってるんだね。そうです、最高です、楽しいですよね、かわいい。ジョイさん、あの関選手と一度会ったことはい、めっちゃ昔あると関選手結構前ですよね。いつ頃ですか。あ、もう 5,6 年前とかかな、そう番組で、あ、番組で、ですけど、アンカンミカンさん、そう富所さんと、はい、あの、はい、もうヤングダービー勝つか勝たないかぐらいの時ですかね、うん、勝ってないかな、まだね。うん、あれ23ぐらいですもんね、多分5年前ぐらいとか。そうですよね、あ、その時はじゃあ一緒にお話するっていう感じもなく、そうそう、見かけたって感じですかだったかな。どうですか2人とも曖昧っていうね、ジョイ君の印象どうでした、第一印象は。いや、なんだっけな、でやっぱスーパースターのオーラは出てましたやめてください、やめてください、ね、いや落ち着いてよ関君いや落ち着いてんのよ終始落ち着いてんのよ関さんは。あ、そう、うん、あ、終始落ち着いてる、ちょっと嬉しそうじゃん。いや追いつけ追い越せで多分頑張ってんだろうねいや誰が言っとんねいや、はいじゃないんですよ、本当にスーパースターボケいらないんですよ誰も言ってくれないからね、俺自分でツイッターのプロフィールに書いちゃってさ申し訳ないよ、もう本当もういいですね。でもあれ知りたいっすわ、うん、関選手が高崎で行ってるパスタ屋さんとか、おすすめ。はい、でもあのジョイさんが確か寺尾じゃないですか。そう、よくご存知でそうそう、そあので、そっからあのヨッシーの方向かう中山峠、はい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 、そこのまあそこのとこにあるトスカーナってお店なんですけど、はいはい、トスカーナ俺行ったことないですわ、美味しいんですか。そこの、はい、パスタがすごい美味しいんですよね、ちょっと辛いめのパスタなんですけど。そうか、関選手ヨッシーなんでしたっけ、富岡とかでしたっけ。あ、僕実家は富岡ですね、はい、うん、富岡わかるでしょ、富岡製糸場とか。はい、それは世界遺産ありますからね。はい、寺尾は知らない、俺の生まれ育った知らないです知らないです、寺尾、寺尾、あの残った、あ、違う、あのお相撲さんじゃないです、あの寺尾じゃないです、はい、残った寺尾さんいたもんね、かっこよかった、力士のって言ったらいいんですよ、残った出てこなかったのよお母さんお願いしますよ、本当まあでもいいですね、なんか繋がりましたね、はい、行ってみたいですよ ね、スカーナ覚えました、今度行ってみたいと思います、はい、たくさんの話ありがとうございました。関選手ありがとうございます、はい、グランドチャンピオン頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、ありがとうございました。今回のゲストは関選手とジョイさん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、ありがとうございました。